い、どうもゆうすけです。今回はハイパーリーグのギラティナアマアマの動画をお届けしていきたいと思います。今シーズン、シーズン13の技調整によってアマエルの威力が16から15へナーフ弱体化されました。今回は弱体化されてもアマアマは通用するのかということで検証してまいりました。それでは対戦よろしくお願いいたします。ギラティナミラーですね。もうこれはやること決まっていて、シャドウクロー型だったらドラゴンクローが溜まるタイミングでニンフィアに交代受けですね。これはもう決まっていますね。やはり立ち回りのルート化、所定内々に対してこれこれこう動くという立ち回りをしっかり固めておく、まあ、それを僕は立ち回りのルート化と呼んでいるんですけども、ぶっつけ本番で行くのではなく前もってしっかりと立ち回りを考えておくことが大事です。特に初手と引き先の対応、試合開始後の30秒の対応ですね、30秒間の対応をしっかり固めておくと良いでしょう。立ち回りをルート化することで比較的立ち回りを安定させることができます。それは自信を持って戦うということにもつながりますので、メンタル的にも非常に安定すると思います。この立ち回りのルート化意識されてなかった方はぜひ今後はどのパーティーにおいてもしっかり考えて動くようにしてください。で、試合の方なんですけども、欲張りスとの対面になっていますね。欲張りス、もともと硬い耐久力の非常にあるポケモンで、引き先クッションとしてすごい優秀なポケモンなんですけども、やっぱ甘えるでちょっと削りきれてない感ありますよね。ここなんかほんの少し残るんすよ、ほんのミリ残るんすよ。これ多分前までの甘えるの性能、ナーフされる前、弱体化される前までの甘えるの性能だったら、ここ欲張りス倒しきれて対面取れたと思うんですよね。でもミリ残って対面取れなかったっていう感じですね。やはりこういうところで甘えるの弱体化の影響が色濃く響いてくるんじゃないのかなと個人的には思いましたね。まあ、とりあえずここはドラゴンクローを打って、まあ、ギラティナを削っていきます。でシールドは、まあ、このパーティーね、もうあまあまあギミックパーティーなんで、もうそれはね、弱体化されても抑えなくても弱体化されようがもう関係なく、ラスイチのアロキューですね、ラスイチのアマエルちゃんにシールド2枚残してアマエルを通していくという基本的な立ち回りは弱体化されても変わることはないです。でお相手の方のラスイチはコバルオンでしたね。最近流行りのポケモン、もう今環境の中心と言ってもいいんじゃないかってぐらいの流行りのポケモンなんですけども、この子ストーンエッジ覚えるんですよね。そうなるとアロキュー大ダメージなんで、まあストーンエッジ警戒でシールド貼ったんですけども、まあ聖なる剣だったという感じですね。これ多分ストーンエッジに貼れないとちょっときついんじゃないのかなっていう感じですね。ちょっと2枚とも聖なる剣に貼ってしまうとなんか厳しそうな、そういう感じがしますね。まあこれはストーンエッジに貼れたから、なんとかアロキューのねHP かなり残せて、まあ、あとはあのギラティナをね甘える甘えるしておけば大丈夫なんですけども、やはり甘える弱体化の影響が細かいところでちょいちょい、こうやって最後の爪のところでちょいちょい響いてくるかなという印象を受けましたね。これラストの対面ですね、アロキューとコバルオンの対面になるまでにこっちがシールド1枚使ってしまって、シールドアドバンテージを捉えていて、そんでストーンエッジに貼れなかったら普通に負けていたと思うので、なので結構危ない対面が多くなったかなという感じですね。まあこの試合はなんとか勝てましたけどちょっと危ない対面が増えたかなといった印象ですね。では次の対戦ですね、よろしくお願いいたします。初手ギラティナですね。これシャドウクロー型のギラティナだったらさっきとやること全く同じです。シャドウクロー型でした。はい、溜まったタイミングで交代受けですね。まあ交代受け失敗する例もあるんですけども、まあこれね、まあ、ドラゴンクロー打ってくれなかったら、まあ交代受け失敗なんですけども、でもまあこのルートでいいと思います。まあ交代受け失敗したら、まあその時はドンマイだったっていうことでね、やはり立ち回り固めておくことが何よりも大事ですね。そしたらレジスチルさんが来ました。まあこっちの想定通りですね。まあニンフィアに引くことで甘えるが苦手な毒鋼炎のポケモンを釣り出す、そしてラス1のアロキを通すと、もう弱体化されてもね、もうどんな環境になってもこの古の戦術は変わらないです。もうとにかくラス1アロキューに全てを託すと、甘えるが苦手なやつを釣ってラス1アロキューに全てを託す、もうこの基本はね
もう絶対徹底させてください。特にアマエルが弱体化してるからこそこのギラティナアマアマのパーティーコンセプトの徹底、もうとにかく貫く、とにかく戦術を貫くというこの考え方、より大事になってきてるんじゃないのかなと個人的には感じることが最近多いですね。で、釣り出せたレジスチルをしっかりギラティナで削る必要があります。なのでギラティナの技に関しては、まあ、シャドウクローと影打ちは絶対必須だと思いますね。それがないと鋼を削りきれないので、鋼はもうギラティナで見るしかないので、例えばレジスチルとかガラルマッキュですね、といった鋼ポケモンはギラティナで倒すしかないので、まあ影打ちシャドウクローは必須かなと思っています。まあ、あと一つの技、原始の力という手もあるとは思うんですけども、まあやっぱドラゴンクローが一番わかりやすくて安定なのかなという気が個人的にはしますね。まあ鋼以外、まあドラゴンが遠回りで通るんだったらドラゴンがいいと思うので、まあ個人的にはまあドラクロー影打ちで技一がシャドウクローで完成されてるんじゃないのかなと思いますね。そしたらですね、また来ましたね、コバルオンさん、今話題のポケモンコバルオンさんですね。ここはストーンエッジになんとしても貼りたいところですね。でまあストーンエッジまで溜まって、でこれまあブラフしてくる可能性もあるなって思ったんですけども、ここは貼ることにしました。なんでかっていうとですね、これお相手がですねウェザーボールに貼らなかったんですね。まあ、ウェザーボールまあ通ってもそんなにダメージはないんですけども、つまりこれお相手視点からしたらストーンエッジを打った方が得なんですね。なんでかって言ったら、貼らなかったら大ダメージ、こっちが貼ったとしてもシールドアドバンテージを取れるという考え方はおそらくお相手視点だとしてると思ったので、なのでまあこれはブラフはしてこないなと、素直にストーンエッジ打ってくるんじゃないのかなと僕は読んで貼りました。でここは技回数的に聖なる剣なんですけども、まあ削れちゃうんでシールド貼りました。ただこれシールドをあと1枚ギラティナに残しておいてもよかったかなという気は個人的にはしてますね。コバルンをいい具合に起点にして、そしてドラクロを打ちまくるという感じですね。ここの自分のギラティナですね、ドラクロめっちゃ溜まってるんですけども、これはレジスチルをしっかり起点にしてゲージを貯めることができたからこれだけ溜まってるんですね。なのでまあ起点にする、起点にできるところは起点にしていくっていう動き、特に出し負けた時とかすごい大事だと思うんですけども、まあそういう基本的な立ち回りですね、まあ起点を意識したり、まあゲージ管理だったりね、そういうところがこのアマエルが弱体化したことによってより重要になってきてるんじゃないのかなと個人的には感じることが多かったですね。もう前みたいにアマエルアマエルでもうゴリ押せる時代はもう終わりました。アマエルでゴリ押せません。ゴリ押せないだけにしっかり考えて動かないと負ける試合も多くなるんじゃないのかなと感じることがすごく多いので、皆さんしっかり考えながらアマアマ使いこなしていくようにしてください。それでは次の試合です。対戦よろしくお願いいたします。お相手のしてはリザードン、シャドウですね。これなんですけども、最近ですねリザードンがですね、こう翼で打つの強化によって翼で打つ型の方が主流になったんですよね。これはこれギラーマーマ的にはすごい追い風なんですよね。なんでかって言ったら、これギラティラで突っ張れるんですよね、翼で打つ型だったら。これリザードンがですね、技一が竜の息吹だったらもうギラティナ負けちゃうんで引くしかないんですよね。で引いたところでは終われるわけじゃないですか。そうなるとやっぱリザードンが最後まで重くのしかかってきちゃうんですよね。まあ、アローラ球根とはやっぱ対面させたくないですよね、炎タイプのポケモンは。なので、まあ、ギラティナで処理できるなら処理しといた方がいいんですよね、このリザードンは。である程度削れたんで、ここで甘える展開ですね。まあ甘えるを展開させても、まあここブラストバーン打たれたとしても、もしブラストバーン打たれたとしてもシールド1枚貼ればいいので、まあ甘えるを展開させても問題ないぐらいまでリザードンを削れればもうそれでグッジョブって感じですね。でニンフィア引きして、ここはクレスリアとの対面になるんですけども、まあ、マイルにとって厄介な炎タイプのリザードンですね、をもうかなり削れてるので、なのでまあこれは対面は無理に取らなくていいかなという感じですね。まあ取れたらラッキーぐらいな感じでいいと思います。そしてこれクレセリア、ただでさえ硬いクレセリアさんがですね、マイルの弱体化によってさらに硬く感じてしまいますね。まあこれちょっとニビアでリザードンを起点にできてるから、まあここもギリギリサイコショックが間に合って、まあ突破できるんですけども、
まあ即クレセリアこらえてたらまあ突破できないと思いますね。クレセリアが本当にもともとね、甘えるのを弱体化の前からクレセリア重かったんですよね。そのただでさえ重かったクレセリアがさらに重くなってしまったという印象は正直ありますよね。で、ラスイチがカプレヒレということですね。もうここはもうすぐアロキューを展開させちゃってます。もうあとはもうラスイチアロキュー通るか通らないかっていう勝負になっているので、アロキューはすぐ展開ですね。で、まあシールドアドバンテージをね、まあなんとか取れているので、まあリザードンにね、ドラゴンクロー連打でシールド張らせることができているので、なのでまあここはハリハリで、まあなんとかアロキューさんに頑張っていただくという感じじゃないですかね。これシールガードが取れてなかったら、まあこの子もきついんじゃないのかなっていう感じですよね。まあ結構シールガードがないときつい対面はやはり多くなってるという印象があります。なのでまあシールド2枚を極力さ、ラスイチエースのアローラ球根に残せるような立ち回り、まあこのパーティーコンセプトであるニンフィアで甘えるが苦手な毒鋼炎を釣り出して、ラスイチのアローラ球根を通す、アローラ球根にシールド2枚託して甘えるで通し切るという立ち回り、弱体化されたからこそより重要なんじゃないのかなと感じることが多いですね。対戦ありがとうございました。では次の試合です。対戦よろしくお願いいたします。お相手の所定ビリジオン、これは出しがちになりますね。そしたらカプレヒレ、この子のね対応がね結構難しいんすよね。なんとも言えないところですね。まあフェアリータイプなんで、まあムーンフォースは食らいたくないかなっていう感じですね。かといって甘える即引きしても、まあ水鉄砲にご利用されてしまうので、なのでここは一発影落ちを入れてからニンフィアに引くというやり方を取りました。これで確実に対面維持ですね。これは対面維持したいですね。所定のビリジオン出しがちなので、まあビリジオン別にアロキューでも見れるっちゃ見れるんですけども、まあ裏が分かんない以上は対面取りたいかなっていう感じで動いていますね。で、本当はムーンフォースにシールド入りたかったんですけども、1枚目波乗りに使っちゃいましたね。でもまあここは耐えると思います。まあ耐えてねくれて対面取ればいいかなっていう感じなので、まあ突破できたなら結果オーライっていう感じですね。で、そしたらリザードンが来ましたね。これ対面取ってよかったっすね。まあアロキューとリザードンを対面させたくないので、もうこれでやることは決まりましたね。ギラティナとリザードンを対面させて、ビリジオンはアロキューで対応するという感じでやり方が決まったかなという感じですね。なのでここはギラティナを出して、そしてアロキューに交代して、ビリジオンはアロキューで見るという感じですね。まあビリジオンこのままギラティナでも見れるんですけども、リザードンと対面させたくないんでアロキューをこれ消費させます。そして残り1枚のシールドなんですけども、まあギラティナだったら、まあ、ビリジオンも見れるしリザードンも見れるんで、残り1枚のシールドはギラティナに残そうと思います。何を生かして何を切るかですね。何を残して何を切るかという考え方、ものすごい大事になってくると思いますね。で、ここはウェザーボール打っちゃうんすけど、冷静に考えたらこれアロキュー倒されて、それでビリジオンを少し起点にして、ギラティナで起点にして、そんでリザードンにドラゴンクローを打ち込むっていう方が絶対良かったと思います。あー、これいい感じに起点にされちゃいましたね。これビリジオンを倒したの間違いでしたね。これはプレイミスですね。このプレイミスがどう影響してくるかですね。だからプレイしながら結構考えなきゃいけないことが、あまあまの弱体化以前に比べてめちゃめちゃ増えてます。もう考えないと勝てない。甘えるが弱体化してるんで、その弱くなった分本当にしっかり考えていかないとこれ勝てないですね。これ勝てるかどうか何とも言えない展開になってますよね。まあとりあえずドラクロを打っていきます。ただリザードンに起点を作られていますね。これ正直もうこの時点で、ああこれ負けたかなって思ってるぐらいですね。このドラゴンクロー耐えないかなって思ってます。ここちょっと間があるんですよ。これで、あ、耐えないかなって思ったんですけど、なんとか耐えてくれましたね。で、ただこのドラゴンクローでかなり削れてくれないとまずいです。どうですか。あー、ギリギリですね。これ多分厳選次第ではギラティナ負けていたと思います。まあプレイミスから負ける可能性、これ大いにありましたね。これは非常によろしくなかったと思います。やはりしっかり考えていかないとダメだと改めて思わされるような、そんな試合でしたね。それでは最後の試合になります。対戦よろしくお願いいたします。お相手の所定はズルズッキンですね。
これはギラティナ、初手ギラティナの時の対応と一緒で、まあ一発目のイカ様を、まあ、ニーフィアで交代受けしたいところですね。まあタチウサグマだったりバルジーナだったりブラッキーといったポケモンも同様の対応ですね。一発目のアクワザをニーフィアで交代受けできれば、まあいい展開に持っていけるのかなといった感じなので、まあその立ち回りで固めちゃっていいと思います。そしてまあ無事交代受けもできたらファイアローも来ましたね。ここまでは完全にこちらのプラン通りですね。ニーフィアに引いたことでしっかりと甘えるが苦手な毒ハガネ炎釣り出しておりますので、まあプラン通りですね。ですので、まあ、ラスイチアロ級が通ることにもうこの時点でかけちゃっていいんじゃないのかなと思います。結局このギラティナーマーまでできることって限られてるんですよね。もうニーフィアで毒鋼炎を釣り出して最後のアロキを通す、甘えるが苦手な毒鋼炎は全部ギラティナでなんとか頑張って倒すと、もうそれしかできないです。だってこっちはギラティナと甘える2種類だけでなんとかしないといけないので、まあ、ある意味縛りプレイですよね。バランスパーティーだったら3つのタイプ使えるのに、それを2つのタイプに絞ってやることを限定させてるっていうね、まさに弱者戦略のパーティーだと思います。でまあここは、まあ、一発目、まあ、張りたい気持ちはあったんですけども、まあ耐えればいいかなと。やはりねアロキューにシールドはなるべく回したいですね。ですがさすがにこれは張る、さすがにギラティナを完全に失ってしまうとラス1次第ではちょっときついかなという状況になってしまうので、さすがにこれは張りますね。ブレイブバードだったらまあ落ちてる可能性があったと思うので、さすがにここは張りました。でいい具合に起点にできたので、まあここは、まあ、ズルズキンにドラゴンクロー連打で削っていきましょう。まあズルズキン少しでも削る方向でいいんじゃないですかね。まあこれもしラスイチがアマエルが通ってなかったら、その時はギラティナがすごい重要になってくるので、まあズルズキン削れる時ですね、起点を作って、まあ、削れる時は、まあ、削って、まあ、最悪最後このギラティナとズルズキンの対面になってしまってもなんとかなるようにっていう保険はかけるような、そんな立ち回りにしてます。そしてお相手のラスイチはピジョットですね。これシールド1枚しかないんで1対1の状況なんで、フェザーダンスに貼ってしまってブレイブバードに貼れないとそれはまずい。そうなるとまあアロキ失っちゃうんで、ズルズキンどうすんの問題になっちゃうので、まあ失いたくないですよね。でここは多分フェザーダンスだと思ったんでフェザーダンスやってます。さすがに一発目からブレイブバードっていうのはあんまないと思ったんで、ここは貼らないでいきました。で次ですよね。ここは俺は貼らない選択を取りました。なぜかというと相手視点からしたらもうシールドをとにかく剥がさないと勝てないような状況なんですよね。なのでフェザーダンス打ってくるかなっていう、もうこれはもう野生の勘ですよね。もう勝負師の勘というか、それで貼らないでいってます。やはりね、まあ甘えるが弱体化してるんですよね、というのがあるので、やっぱ勝負に行かないといけない。やっぱ勝負に行かないと勝てない時が結構多いんじゃないのかなと感じることがすごい多かったので、まあ攻めの強気の貼らないという選択を取りました。でまあここなんですけども、まあ、あとはギラティナのまあドラゴンクローで大丈夫かなっていった感じですね。まあシールド1枚はこれ貼っておきましょう。であとドラクロ間に合えばっていう感じですかね。でこの対戦相手の方は実はフレンドさんだったんですけども、試合後ですねブラフしまくったら負けましたとそうおっしゃっていたので、まあやっぱ最後は駆け引き勝負になることがすごい増えたなという印象ですね。一方的に勝てるワンサイドゲームが少なくなったなという印象です。互角対面がものすごい増えて、その互角対面にいかに勝っていくかということを真剣に考えながら立ち回っていく重要性というのが、この甘えるの弱体化によってより求められているなと、そう感じる機会がものすごく多かったです。でこのギラティナ甘々でだいたい8セットぐらいやったんすかね。まあ、冷凍としてはまあ上がりました。掃除で勝ち越せましたね。まあ、それはやはり、まあ、一番個人的にでかいなと思ったのは二毒院がいなくなった二毒院多分 1,2 回ぐらいしか見てないんで、甘えるの天敵である二毒院がいなくなったという環境、そしてリザードンが翼で打つになったり、まあ、環境的にはむしろ甘々は追い風なんじゃないのかなと思ったんですけども、ただやはり甘えるの弱体化によって互角な対面がすごく多くなった。その互角の対面で勝つためにより立ち回りをしっかり固める必要が甘える弱体化以前に比べてよりあるなと、そういう印象は起きましたね。なので甘々で脳死連打でゴリ寄せて勝てる時代はもう完全に終わりました。甘々は立ち回りパです。しっかり立ち回りを考えないと勝てないパーティーになりました。
ただ立ち回りをしっかり固めてプレイすればまだまだ全然できるパーティー、全然活躍できるパーティーだなとも思いましたので、皆さんぜひ立ち回りのルート化、立ち回りをしっかり固めてそれを実践の中で貫いていくということをぜひ皆さん実践してみてください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。もしまだチャンネル登録されてない方いましたら、ぜひこれを機にチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。それから概要欄に主に初中級者向けのゴーバトルリーグの解説動画、今まで作ってきたゴーバトルリーグ動画のプレイリストリンク貼ってありますので、そちらの動画もぜひ参考にしていただければと思います。それではまた次の動画でよろしくお願いいたします。アディオス。